松岡政北月18日から1989年4月7日は琉球政府の政治家で実業家。1964年10月から1968年11月まで琉球政府行政主席を務めた沖縄県国上郡金町出身。松岡建設、松岡拝殿の創業者で復帰後に設立された沖縄電力の社長も歴任する。 1897年9月18日生まれ。1912年に渡米し、1924年にアメリカ合衆国インディアナ州のトライステート工科大学を卒業する。1927年に帰国。1931年、ギノザから松岡に改正。松岡の名字は、聖火の裏山の松林にヒントを得たとのこと。1936年に、 沖縄政党に入社し、技師や工場長を務めた。沖縄戦を沖縄市巡回や沖縄民政府の公務部長を歴任するが、1950年の沖縄軍党知事選挙に落選した。その後松岡建設、松岡拝殿を創業し、政財界に人脈を築いていった。前任者の大田政策主席から始まった。 政局混乱を収集するために、1964年に第四大行政主席に就任する。1968年まで在任し、保守政党の合同を実現させた。また、ワトソン高等弁務官に交渉して、行政主席公選制の実現など自治権を拡大していった。歴代主席の中で唯一、アメリカ留学経験を有する人物であったため、 対アメリカ人交渉に長けていたという。復帰後の1972年に沖縄電力の社長を務めた。趣味は参戦作りで、彼の自宅には自身の作品が多く置かれていた。松岡聖保からコトバンクハット AB 竹地方、関、沖縄名字の秘密のピアニッシュも85-86。ありがとうございます。